西国の石仏と石窟石仏仏仏と、とは、石に彫られた仏像である。日本ではかつて神仏集合が定着し、仏以外も厚く信仰する人が多かったため、銅祖神などの石の心臓も多く建てられた。その規模は寺院や神社の境内、路傍などで見られる小さな野仏から薄き間外仏、インドのアジャンター石靴、エローラ石靴、中国の運航石靴、 呪文石窟などに代表されるような巨大な岩盤に掘られた長い仏まで多様である。以下は日本の石仏について記述する。第日次如来像古代から中世の日本では関西地方を中心に権力者や主験者、僧侶などによって多く作られた。近世に至ると素朴な信仰心を背景に一般庶民がその制作に携わるようになる。 関東では多様な表現での石仏が多く掘られた。現存する石仏の約80%くらいは江戸時代に制作されたものと言われている。現代においても墓地のほか災害や事故、殺人事件などの現場では異例のために地蔵菩薩が置かれることがある。こうした石仏は信仰の対象とされたほか地域の民族や文化を伝える存在として研究されたり、 写真集などが出版されてきた。一方で、過疎地の人口減少や信仰心の衰退に、土木工事や住宅建設などが加わり、石仏が撤去、破壊されることも多い。いわゆる、お地蔵さんと呼び親しまれているもので、右手に釈状、左手に宝珠を持っているのが特徴。全国各地で見られる、立像と座像があり、坊主頭で衣をまとっている姿が、一般的。 丸彫り、千彫り、浮彫りなどの彫り方の違いがある。六体からなる、地蔵菩薩。地蔵菩薩は、弥勒菩薩がこの世に現れるまでの無仏の間、陸道へ、救いの手を差し伸べ、路傍に置かれる石仏で、最もよく見られる。文字で刻まれることもある。千の次元、千の慈悲で主情を救う観音菩薩。合唱する両手の他に、左右二十手ずつの四十の手を持ち、 小中に各一眼を有す、縦膝で方に指を当てた死体の座像で、一面に手、死で、六手像が一般的である。宝手と法輪を手に持っている。江戸時代中期以降は、女性の信仰の対象になることが多くなり、月間地区用、念仏供用などの主尊として、数多く作られるようになった。峠や村境あるいは橋の田元などに多く祀られ、別名、彩の神とも呼ばれ、 その起源は中国に求められる。外敵や薬病から民を守ってくれるという素朴な民間信仰から生まれた神である。その姿も多種多様であり仲むつまじい男女の姿として彫られているものもあり、縁結び、子孫繁栄、交通安全の神としても信仰される。日本では長野県安曇野市や松本市の農村部などの数多く見られる。村や集落などの出入り口にあり、 猿と太陽と月が描かれている。中国より伝来した道教に由来する、後進信仰に、江戸で猿に例えられるため、見ざる、言わざる、聞かざるの三円を掘られることや、後進の祭人が神道では、猿ヒ彦人とされることから、猿ヒ彦人が掘られることもある。特に旧佐が未国を中心とした地域では、数多くの後進党が混流された。ありがとうございます。